はい、失礼しました。ちょっと捨て引きつけるの忘れてました。 これコラボするときはね、捨て引きつけないといけなくて、これ途中で切り替えれないのよ、ふわっちは。それがね、ちょっと待ってよ。たぬき1号さん、ただいアまスタす。リスク、バックコート、ノーまあ、ガちょイっナとサン聞いシてみャますン。ね、これ。ちょっと裏で情報収集してくれる人もいて、今、リアルタイムのも一応録画してもらってるんで、まあ、とりあえずこれ聞いていきましょう。まあでもこれ音声ないんだけどね、言うて。とりあえず何も喋らないんだよね。ちょっとこれで散々ざんざんいろいろさらしてたやろ。たぬき1号さん何がしたいんだろうね、と。たぬき2号さん、録画はまだ無音だよ、大丈夫。あんま喋ってないのよな、もう。ちょっと待ってよ、これ。また捨て引きしゅなんなかつバさん、グっ仕てる。事終わったよ。ちょっと待ってね。ちょっとうっせえわ流してみるわ。ちゃんと捨て身入ってるかな。正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけて。入ってますね、入ってますね、大丈夫。ボソボソっと喋ってんだよね。言ってるかよう分からんな。何一人でボソボソ喋ってるこいつ。まあ一応なんか魔界がね、まとまりかけてる裏でこうやってなんかわけのわからん枠を取って。たぬき3号さん、ただいおかえりおま。かえり。もうちょっと先だろうけど、まあちょっと聞こうね、なんかね。さ、まあ全部ね、ちょっと分からんけど、内容は。くれるんかな、これ。今送ってる。復旧しなかなか。じゃ、未来が今送ってるわ。これ今聞こえてます？なんかボソボソ喋ってんの。心霊動画聞いてるみたいな、なんか。
だから切り取ったやつ書くの送ってるわ。こういうのに DM くそか。あいつ送る手段がないじゃん。ちょっと僕ミュートしておきますね。ちょっと待ってな。今ファイルが送ってる。それか。回収して。コロナで受け入れるちょうどはずやで、シュナスさん56回収してって聞こえてんけど、あら大丈夫。悲しいことに爪本番だしで、今までやんイソ6ってやつが一番悪い。不燃ゴミはイソ6を潰して、未来は黒猫を潰して、俺はザコよ。よって。って言うね。これは送ってもらうしかない。遅れてないっていうこと？クタ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 ってこと。え、何ぐらいは iPad で、iPad でやって、あ、かわいちゃん。これってどうしたらいいの？なんか画面録画に残したやつを流したいんやけど。iPad で配信して iPhone で流せばいいのかな。保存しなかったから録画が消えてんけど。なんかえなりの枠行きたいんやけど、マツコがおったか嫌やって。じゃあ今 YP にその前に切り取ったとこ送ってんけど届いてないねんやんか。だから未来が iPad で配信して iPhone で流すかなって思って。え、う、あ、ごめん、うかいわいちゃって。今 YP 間違えた。iPad で配信して iPhone で流す。いや、来てもらう来てもらえへんはどうでもいいね。ただマツコがおってから行くん嫌だっただけは。未来はただいつもなんか揉め事はあってもその話題には触れへんやんか。じゃあ誘導しなくていいって。だからそういうことやめてって。余計なことしないで。
ね、だから iPad で配信して iPhone で流そうかって今言ってるじゃん。こいつ頭おかしいだろマジで。気に入るようにしたらいいやん。いやさ、録画自分が送れなかった、どうやって誘導せずにこれ聞かすの、これなんか逆ギレしてるんだけど、その上好きなようにしたらいいやん言うて、頭湧いてんじゃないのマジで。気違いだよこれ。何これ、まあ、全然揉めたいってことこの子。舐めてんのこれ。山本富士子さん、またまた。マジで。いや、話をね、ちょっとまとまりかけてたのよ、正直。俺もまあね、YP が自分の免許証とか晒すみたいな感じ、晒してでもやめてくれみたいなこと言うから、まあ、そこまで言われたらなんか俺もなんか、あーってなるようなとこなのよ、やっぱり。うん。だからやめてくれっていう、スタンプにそれを出すから、もうやめてくれっていう話まで言ってきたから、あ、そこまで言われたら俺もなんかちょっと、ねえ、やっぱ、強いじゃん、それは正直。やってることが。まあ俺は強いと思うのよ、そこまでできるのがね。だからまあ、って考えるとこまで来たんだけど、なんなんこの女マジで。未来はもう散々もう全部流された後やねん。後でゴタ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 。山本富士子さん、よく飽きないね、そんな揉めてて。うん。いや、揉めててっていうか、まあ、しゃあないじゃん、なんか。未来はいつもの普段の煽りをして遊んでただけやん。その YP とイソロクの話題に対して入っていったわけじゃないやん。考えてるやり方って言ってるから、言ってんのこいつ。山本藤子さん、まあまた来るわ、頑張れよ山本。まあまあ録画見終わったらもう、ああ、うん、ちゃんとやるよ。うん、だと未来は今藤松子がおったからもう終わってからイソロクを呼ぼうとしただけやん。俺が呼んでんのが、なんか話してる途中にいかんみたいな感じでダダこねて、終わったらイソロク呼ぶ言うて、お前何呼ぶって、舐めてるだろこいつ、どう考えたって。なんなん呼ぶって。じゃあ呼んできていいじゃない、まだ終わってないから呼ぶとかじゃないやん。終わったら来てもらおうって思っただけや。向こうまだ終わってないねんから、その誘導とか呼ぶとか しなくていいねん別に。で YP を待ってるとかなんかそんなんなってるけど、そんなんじゃない、マツコがおったからやって言ってるじゃん。何言ってんのこいつ本当。でこういうところが自分の都合しか考えてないのよマジで。現状何も見えずに自分の都合だけで物を喋ってんのよ。腹立つわーこの女マジで。え？やべえだろこれ。こんなんだから揉め事作るんじゃねえの。やばくないこれ。だから YP が仕切りたんやったら仕切ればいいやん。もうなんか好きにして。だって未来マスクおるとこに行けへんの分かってるやろ。知らんわそんなもんお前。なんなんこの女マジで。気持ち悪い。そんな今更さ YP の名前とか免許証とか住所とか出すとか言ってなって
ところで未来もう全部出されたんやからさ。だから誘導でも何でもしたらいいやん。自分の枠に誘導したらいいやん。でやったらいいやん、もう。これで枠切ったんだ。何言ってんの、こいつ。ガチで頭湧いてるわ。やばない？これ。気違いすぎるだろ、ほんとに。なんかやば。もうこれでもうわかるでしょ、正直。これね、ウラルね、もう興味ある人確認してみてください。これもうやばいから、ほんとに。たぬき3号さん、結局何がしたいかわからん。意味がわからん、マジで。とりあえず録画聞いてみようか。あと不燃ゴミさん、https://twitchasting.tv/g_kitmymovie/68170177825。意味がわからん、マジで。俺正直あの YP のね、そのね、自分の住所とか免許証とか全部晒すまでやって、やめてくれっていうその意気込みっていうのは割と買ってるのよ。そこまでするんだったらっていう。そうまで言うんだったらっていうのもやっぱりあるんだけど、こいつが終わらそうとしてないやん、別に。じゃない、こんな。なんか好きにしたらええやんとかなんか、しかも話してるときに、まあ、それ、その、かぶせてわざわざね、イソロクの街の時間潰しみたいなのとって。頭おかしいだろ、ほんとに。病気じゃん、こいつも。マジで。意味がわからん。心底。え、これ意味わかる？これ。どういう意味なんか。全然わからんのんだけど。マジで。本当にわかんない。全然意味わからん。何言ってんのって感じ。本当に。いや、マジで。さっぱりわからん、何したいんか。わからん、マジで。これは気違いすぎるだろ、マジで。本当に頭おかしいだろ、本当。何がしたいん。まあいいや、とりあえず終わります。ちょっとはい、ということでね、心霊動画見るよっていうことでね、まあなんか見るよって、今藤にね、ちょっと心霊動画見るとき教えてみたいな話してて、今日なんかホラー動画見ようぜって。和解してねえよお前。なんかまあそれはそれでいいのよ。とりあえず心霊動画見ようぜ。これ約束だからね。生放送皆さん、こんばんは。始まりました。